はい、永井です。今日はガレージの床塗装選び、バイク、車の整備をする人用1安価タイプについてお話したいと思います。自宅ガレージで車いじりをしたい人っていっぱいいらっしゃると思うんです。その中でもとりわけちょっと今お金がなくてとか、家を新築したばかりでお金使い果たしちゃったんだけど何か塗っておかないといけないみたいだ、最低ランクでいいからガレージに使えるのないかなと思ってる人のための動画です。おそらく何らかの情報があった方がいいと思いますので解説させていただきます。今日は安価なタイプ、あくまでも価格重視で考えてみたいと思います。初めての人もいるかと思いますの、でちょっとだけ自己紹介します。私は塗り床メーカーの元社員です。塗り床とは床塗装の正式な名称です。設計事務所に行って知識と情報をお伝えする代わりに商品を図面に指定していただいたり、ゼネコンさんへの営業したり、剥がれてクレームの出た現場に行って不具合の原因を調査してレポートを書いたりしていました。そして現在では塗り床専門の工事店を経営しています。通算で35年くらい塗り床一筋に仕事してきていますので、自分で言うのもなんですが一応専門家の一人だと思います。この動画を最後まで見ると、ご自分のガレージで車いじりをするのに最低限このぐらいの機能は欲しいとか、このレベルの床塗装をしておけばとりあえずお金をかけられないならかけられないなりにガレージライフをエンジョイできるのではないかと、私があくまでも私が思う床塗装製品をご紹介します。それらの持つ機能が分かり、かつ高いものとの差も理解していただけるようになるかと思います。なので後で比べるときに必要になるかと思いますので、チャンネル登録してご覧いただけると便利ではないかなと思います。車好きの人の夢は自分のインナーガレージを持つことだったりします。それを私でもよくわかります。残念ながら私はインナーガレージを持ってないんですが、仕事柄よく現場にお伺いしてご要望を聞くのですが、皆さん夢を語られることが多いです。だから床塗装といっても自分の仕事はお客様の夢を叶える仕事なんだと思いながらお手伝いしているんです。自分の持てる知識を直接ガレージを使う方にお伝えできることは、長年設計やゼネコン、ハウスメーカーさんと仕事をしてきた私としては最上の喜びなんです。それは間接的だとお客様の顔も見えないし、床塗装の持つすごい機能をお伝えできずに仕事が終わってしまうからです。床塗装の持つ性能を知ってもらって、そんなにすごい機能があるのかと知ってもらって毎日お使いいただくのと、単なる塗装と思って使っていただけるのとでは持ちが違いますし、喜びが違うんじゃないかなと思います。耐久性だけでなくて幸せの度合いが違うんではないでしょうか。私は床塗装のメリットをよくお伝えしながら販売をしたり施工するのが好きです。それはお客様は単なる床塗装を購入するのではないからです。床塗装の価値を買うんです。夢を買うんです。床塗装して後にどんな未来が得られるか、その未来を購入していると思うからです。私は元床塗装材料のメーカーにいたことは先ほど言いました。メーカーでは日夜研究開発改良をしています。もっと良くなるように使い勝手と耐久性の向上を目指しています。そして今施工させていただいている材料はその努力の結晶なんです。何度も何度も失敗したり剥がれたり摩耗したりしてですね、あと仕上がりがね不良を起こしたり、いろんなことを乗り越えてきてるんです。その宝物のような材料を施工させていただいてるんです。いつも言ってるんですが、材料はメーカーから出るときには缶に入って製品の形をしていますが、まだ完成していない未完成品なんです。現場で工事して初めて商品になるんです。完成品は工場で安定した気温、埃のない環境、風もなく雨も降らない、そんなベストな環境で作りますが、現場は環境がそれほど良くないので、何も考えずにただぼーっとして施工すると必ず失敗するんです。だから製品の半分は現場で施工の環境を我々が整えて、さらに慣れた職人が施工することが絶対必要なんです。だから専門でない人が施工したりすると、知識や情報がないですから、そもそも環境も整えず慣れていない職人が説明書を見ながらこう施工することになるんです。元メーカーの社員としては、そのような不慣れな人に自社の、まあ今は自社じゃないんですけど、材料は使ってもらいたくないです。お客様に良いものが提供できないからです。まあ話を元に戻します。ガレージの床塗装として安価なものですが、コンクリート用の床塗料であっても使わないでほしい塗料もあります。巷ではコンクリート塗料として売られてるし、ガレージに塗れますと書いてあるから、缶に書いてあるんです。でも騙されて使用して剥がれてる人は結構いるんです。まあ、仮にうちに仕事を頼まない人でもそれをして使用して失敗してほしくないです。それはアクリル系の塗料なんです。水性と溶剤型の、要するにシンナーの入ったアクリル系塗料、アクリル系コンクリート用塗料です。多分ホームセンターではこのタイプしか売っていないと思うんです。皆さんが手に入れる場合はホームセンターが頼りになると思いますのでお話ししています。ホームセンターも〇〇プロとかそういったプロ用のお店が増えてきているかと思うんですね。で、プロが買うようなものも売ってると錯覚していらっしゃるかもしれません。でも本当はそこそこのものしか販売していないんです。まあ、なんとかプロさんとかありますよね。そこ私もよく買い物に使わせていただいてるんですが、一応会員以外は買いに
買い物できない仕組みになっています。プロが来るということになってるんです。素人が来るといろいろ厄介だからですね。知識がない人にプロに近いものを販売すると、後でいろいろ聞かれたり失敗する人が出て手離れが悪くなるからです。プロに販売すれば、失敗してもあなたが下手ですとか、あなた自身の責任でこちらを材料売ってるだけですよとなるからです。でもこれ当たり前ですよね。でもこういったところでもプロが使うような床塗装材料は売っていません。要は安いものしかないんです。手頃なものしかないんです。だからこういうものをガレージに施工してはダメなんです。庭のコンクリートに塗るのは全然 OK ですが、ガレージは車の重さが半端ないし、バイクや自転車はスタンドが金属なので、よっこいしょってやった時にこう傷がつくわけですよね。もう簡単にそれ多分剥がれちゃうと思うんですね。だから注意が必要なんです。剥がれてからで遅いんです。じゃあ具体的にどんなものがおすすめかという話をしますと、塗り床材には厚膜と薄膜の2種類があるんです。厚さが厚い方が当然ですが、あらゆる面で強度が強かったり高級感がありますが、その分価格も高くなるんです。予算がかけられない場合は薄膜に当然なるんです。厚さ的には 0.2 から 0.3 ミリ程度のペンキと同じような厚さです。コピー用紙 2,3 枚の厚さですね。でもペンキと違って擦れとかには強いんです。強い塗料なんです。その薄膜の床塗装で私がおすすめなのはエポキシ樹脂系の薄膜の塗り床材です。エポキシ樹脂系の皆さん使ってくださいね。まあ、特徴を言いますと、すり減りに強い、コンクリートに強力に密着する、エンジンオイル等で侵されないし浸透を防ぐ、ホコリが立たなくなる、これはコンクリートを遮断するからですね。汚れが拭き取りやすい、ひび割れが隠せる、このような性能があるんです。まあ安価な薄膜塗料でもこのような性能があるんです。もしあなたがエポキシ樹脂系の薄膜塗り床材を施工すれば、このような性能が施工した後に手に入るんです。逆に言えば、こういったものを施工しないでコンクリートのままお使いになると逆になるんです。コンクリートがすり減る、オイルが染み込むし、コンクリートが侵される、コンクリートからホコリが立つ、汚れが染みちゃって拭き取れない、ひび割れが目立つ。当然コンクリートはひび割れるものです。ひび割れは目立つんです。隠せないんです。こんな違いがあるんです。薄膜の塗り床材を最低でも塗られると、あなたのガレージライフは激変します。良くなるんですか。早くてよくわからなかった人は申し訳ございません。戻って見比べていただければと思います。わずかな金額でこのようなメリットが得られます。でも価格はね、それなりの値段します。ペンキと塗り床材ではまあ5倍とか10倍とか多分値段が違うと思うんですね。それは性能とか強度とかが月とすっぽんほど違うんです。ある程度高いことは理解してほしいんです。月とすっぽんだと漠然としすぎていますので、水とお酒くらい値段が違います。それは性能の差です。何トンもの車が出入りするんですから。でも自分は塗らなくてもいいやという人も出てきて当然と思うんです。オイルが多少染みても下に何か敷いて作業するし、コンクリートがほこりっぽいのは当たり前だし、汚れが拭き取りにくいことは承知してるから汚さないようにするとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。それはそれで価値観だと思いますので全然ありです。あくまでも床塗装する人はオイルをこぼすかもしれない、床汚すかもしれないから掃除しやすい方がいい、ホコリもできれば出ない方が綺麗に保てる、だから塗りたい、そういったものにお金が払えると思う人だけで全然いいと思うんです。それではちょっと参考の画像がありますので見ていただきましょう。これは本当に施工した、私どもで施工した、現場の画像です。これは施工前のコンクリートですね。このままだとオイルが染みるし、ホコリも出放題です。整備でね、膝をつく場面あると思うんですけど、膝真っ白になっちゃいますよ。白く汚れるし、寝板で車の下にスルスルっと潜り込めば、作業服の背中とか腕とかズボンの裾はね、当然ホコリで真っ白になります。それを避けるためには最低限薄膜の塗り床を施工すると、このようにホコリをシャットアウトできるようになるんです。このように簡単な施工で安い価格の割には良いものが手に入るのが塗り床材です。どのくらい持つか心配な人がいると思います。普通に使えばまあ10年くらいはいけると思うんです。すり減りは10年くらい大丈夫と思うんですね。でも工具を落としたり金属の尖ったものを引きずったりした場合は傷がついたりするので丁寧に使ってください。でも仕事で使うとかする場合は傷とかを考慮するとより厚さのあるものを使用することがいいとは思います。工具の落下衝撃に耐えるには厚さがどうしても必要なんです。厚さが薄いとね、コンクリートに工具の落下の衝撃が直に伝わっちゃうんで、コンクリートごとパチッと弾けちゃうんです。だから本当はね、塗り床材、床塗装材が剥がれてるんじゃなくてコンクリートが割れてるだけなんです。欠けてるんですね。まあそういったことなんです。駆け出しで整備工場やコーティングの工場、その他車の関係の仕事をなさる場合は薄膜でスタートしても全然 OK です。そんなわけで今日は、予算が少ないけどそれでも床塗装するメリットがあるか、低予算でも施工できる床塗装があるか知りたいけど情報がないということについてお話ししました。このチャンネルでは床塗装に特化して皆様に役立つ動画を発信しています。わからないことがあればコメント欄に質問を書いていただければ、動画を作れれば作ります。見たよとか役立ったとか感想だけでも入れていただけるとモチベーションにつながります。
これからも役立つ動画を作っていきたいと思いますので、動画作る原動力になりますので、励ます意味でもチャンネル登録していただけると嬉しいです。今日はありがとうございました。それではまた。